はい、こんにちは。そうチャンネルおやじです。そうチャンネルです。雨が降ってるんで、動画ほんまはキック1万本やりに行かなあかんかったけど、撮りに行けないんで、ネタがないんで、焼肉食べに行きます。焼肉食べ動画です。ワールドカップ今日フランス、アルゼンチン、あ、今日3位決定戦か。明日がクロアチアも1個、明日の12時が決勝、月曜かなと思ってたけど明日やな。感想、なんで出られへんかった？なんでで？結果を残してないから。結果を残してないから。単純。結果って？得点を決めたりアシストしたり。なんで？え、点を決めたりアシストしたりできてる。ああ、チーム勝たせないと当たり。もちろん点を決めるのもその目に見える貢献の仕方やけど、そうか、ボール持った時に何をできるかを示さないとか。身体能力で、身体能力で負けてるとしてもいい。まずお前が足速かった、背もでかかったら一番うまい。やっぱり宮城亮太じゃないけどさ、ドリブルこそチビの生きる道や。あとはもう頭の良さ。そういうところで違いを見せていかないとあかんし、真ん中で試合に出る以上やっぱり自分をボール経由してもらわなあかん。ここです。家から一番近い憩いさん行きます。ダメだ。はい、乾杯。乾杯。乾杯。でしたっか、専門チャンネル焼き肉。何やこれ。もう家でビールとワイン飲んできたんで、トマトチューハイ。本格韓国焼き肉、塩タンとミノポンが来ました。まあでもさ、4年後のワールドカップやったら、システムによるんかもしれんけど、キーパータニカ、シュミット・ダニエルで、センターバック富安、板倉、あとあの尚志高校のさ、ハーフの子おったよ。お父さん軍人でさ、知らん、黒人とのハーフみたいな子。あの子代表入ってくるじゃん。ヨーロッパでやってるやんか。
ボランチは？ボランチピピ君入ってくるじゃん。もう都市的にもさ、中井君入ってくるやろ絶対。で森田はまあ若い島残るやろうし。あと旗で、旗で。フォワードはまだ全然多分伊藤純也いけるやろうし、オナユアドやったっけとか、めっちゃさあ、まあ竹ももちろん来るし、ドアリズもおるし、めっちゃ年も若返りそうやし、なんかフランス代表みたいな感じになるよ。純粋な黄色人種、アジア人みたいな人がなんか少なくなっていくっていうか。いやそんなことないか。シュミット・ダニエルとオナユとあの少子候補の子だけか。知らんやろな、昔はさ、おってんねん、ロペスとか、サントス・アレサンドロとか、ハーフナ・マイクもそうやし、あと、な、日本の心といえば、ラモス・ルイがおったわけや。トゥーリオとか。あ、トゥーリオ。いやいや、普通にブラジル人。日本代表の話や。日本代表にアルシンデが入れるわけない。昔のさ、J リーグ得点王のエメルソンっていうブラジル人がおってんけど、あのめちゃくちゃうまくて、もうめちゃくちゃほんまにめちゃくちゃうまくてで、そんな思ってるよりうまくて、どんぐらいうまいか言うたら、クリスチャーノ・ロナウドが J リーグ来て活躍してるぐらいの俺は感じやと思う。なんでかって言ったら、ブラジルで、ジュニアユースかユースか分からへんけどプロなられへんくて、まあ、サンパウロかどうかプロのチームにセレクション行って受かれへんかったらしい。でそれ次の年かその次の年か分からへんけど、年齢偽ってもう一回受けに行って、で合格し、で要は年偽って受けてプロの下部チーム入ってるわけよ。そのまま年代別のブラジル代表になってもうて、要は年違うやつがアンダー18ブラジル代表って言ってるのに19のやつ混ざってるみたいな。でそれがバレてブラジルでは無理ですよってなって J リーグに来て、だからそうまいはずやわな、ブラジル代表クラスが J リーグにサッカーしに来てんねんから。で要はナショナルチームに入られへんから日本に帰化しようかなみたいな噂があって、あれ入っとったらもうあん時の日本代表めちゃくちゃ強かったと思う。これがうまい。これはラスルじゃなくて、今日ラスルじゃなくて。あ、そうなの。次、本番ラスルだと。うお。これぐらい。コーン300いった。
暑い、まだ暑い。暑いね。コモンはね、あの人間の手が入らんと繁殖できへんっていう謎の植物で、こんだけ実があってめちゃくちゃすごい宇宙から来たんちゃうかって言われてる。しかもこんなうまい食べ物ある？俺今コーンスープ、市販のコーンスープ毎朝飲んでる。朝飯。どっとなんか入れてる。だからカタールワールドカップ行こうかめっちゃ悩んどってんやん。でも行ってる人の動画見たらめっちゃ辛そう。物価高い、酒飲まれへん、スタジアムまでめっちゃ遠い。そのなんか、鳥取県ぐらいの、鳥取県の人口ぐらいしかおらへんな。カタールの人人口めっちゃ少ないところに、もう各スタジアム4万人ぐらい入るやん。だから人口より多いそのワールドカップの観客が来るやん。しかもやで、ワールドカップ開催して経済効果日本円で2兆円ぐらいらしい。2兆円、まあまあ儲かるやんって思うやん。でもあんなさ、金持ちやけど砂漠の国でスタジアムがこんだけいるとかさ、公共交通機関がいる、地下鉄作ってホテル作って、そのワールドカップ開催するのに30兆円以上かかってる。赤字やん、クソ赤字。でもうスタジアム入るまでももうな、そのファンビレッジやったかな、もう要はホテルに入られへん、ホテルってめっちゃ高い。ホテルに入られへん人はなんかトレーラーハウスとかテントとか、そういう、まあ、カタールが用意した宿泊施設に泊まんねんけど、そっから試合会場めっちゃ遠いし、普通に3時間かかるし、いいそのファンビレッジみたいなとこ泊まれた人はなんかヨギボーがブワー並んでて、パブリックビューイングめっちゃでかいテレビでこう見れんねんけど、でも酒売ってへん、酒飲まれへん。一番いいのは高級ホテル泊まってる人と、あと豪華客船に泊まってる人、港に豪華客船がめっちゃ泊まっとって、でそこで、ね、そこの一室で寝泊まりして、ホテル内で、まあ、プールとかさ、フットサルコートとかあったりとか、映画館もあるし、映画館でずっとワールドカップが流れてんで、酒も飲めるしめっちゃいいねんけど、なんか変なとこで泊まった人とかもうほんまかわいそうみたいな。絶対日本で見てる方が幸せやったなって。1日って朝昼晩？重すぎるやろ。